こんばんは。今1時8分ですね。最後にルーシー・ローズさんの、知ってますかね、シバー。ルーシー・ローズさんはイギリス生まれでして、デビューは2012年、今から8年前になります。彼女が音楽を始めたきっかけは、通っていた学校のオーケストラでドラムを叩いたことだそうです。で、その頃家にあったピアノで作曲を始めたんですが、後に、学校に行く途中に、とある楽器店がねありまして、そこでギターを買って、独学で16歳頃にはギターで作曲を始めたそうです。で、ルーシー・ローズさん、大学進学でね、実家を出るまで誰にも自分が作った曲を披露しなかったそうです。そしてもう一つ面白いのはね、彼女は紅茶好きな方なんですが、ビルダーグレイという紅茶ブランドをご自分のライブなんかで販売している。この辺のエピソードが私なんか面白いなと思うんですよね。大学進学で家を出るまで作った曲を誰にも一切披露しなかったとかね、なんか紅茶が好きで自分で紅茶のブランドまで作ってしまうとか、ここら辺がその誰にも影響されないって言ったら大げさになるでしょうけども、しっかり自分を持ってらっしゃる。割と我々日本人って他の人に合わせるっていうところがあるので、余計にへえと思っちゃいますね。またルーシー・ローズさんに話を戻させてもらいますが、彼女が日本で本格的に知られるようになったのはやはり2014年、アニメのね「虫師」っていう作品があるんですよ。で、その第2期のオープニングテーマとしてルーシー・ローズさんの「シバー」という曲がね、採用されたのがきっかけです。第1期はね、アリー・ケールっていうミュージシャンの、ちょっとタイトル忘れたな、これもとってもいい曲だったんですが、なお彼女はですね、自分の音楽に関して言えばニール・ヤングさんやジョニー・ミッチェルから影響を受けたと言っています。それではルーシー・ローズ、シバー。We broke everything that was right. We both enjoyed a good fight, and we solved all the holes we had to rip to make the other one leave. And I love the way you looked at me, and I miss the way you made me feel when we were alone, when we were alone. And I'll shiver like I used to, and I'll leave him just for you, and I'll shiver like I used to, just for you, like I used to. はい、ありがとうございました。今夜はアニメ虫師の第2期のオープニングテーマに起用されたルーシー・ローズさんのシバー。おやすみなさい。